まあ、今 6g ぶら下げてるんですけど、まあ、標準であればこの竿であれば、まあ、SS、 これ 3S なんですけども、それであればおそらく 1g から 2g とかそこら辺も使っても全然 OK で、屋形シーズンでもこうやって今やってますが、まあ、6g でも普通に釣れてしまうっていう。まあ、3S とかの違いっていうのは、まあ、重り負荷なんですけども、まあ、基本的には柔らかさなんで、まあ、渋い時にはこういう繊細な穂先、釣れてる時にはかなりコシのある穂先でかけていく。やっぱりこうやっぱ今 6g と水深が深いんで、やっぱり水の抵抗相当大きいんで、まあ、そこそこコシがないと釣れてくれない。かといって今度硬くしていくと当たりが出ないんで、小さい魚が拾えないとか。まあ、その辺をちょっとこううまいバランスを見つけていくっていうのも、まあこういう館の、まあ、攻略のポイントですね。あとは、まあ、今日ちょっと今撮影で最初に今このカードに入ってますけど、やっぱりこのカードっていうのはやっぱり一番よく釣れやすい。なぜかっていうと、やっぱりこのドームの端っこっていうのはやっぱりこう魚が入ってくる一番最初だったりとか、まあそういったこう一番最初にこう魚をこういただけるっていう。なかなかやっぱりでも予約の順番で席が決まったりとか、まあそういったこともあるので、まあ早いもの順とか、まあいろいろあるんですけども、まあいい席に入れたらね、とりあえず釣れるっていうのは、まあまあ当たり前なんですけども、まあこれから説明していこうかなと思うのは、やっぱりそのなかなかね、 B 級クラスのポイントに入った時ですね、石座に入った時に、まあ、どうやって攻略していくか。まあ餌交換すればもう答えはすぐ返ってくるような状況ですね。今日はもうとにかく全部取っ換えなくてもいいですよ。1本2本でいいんで、まあよく食ってくる針、まあプラスアルファでもいいですし、まあよく食ってくる針も例えば結構抜け殻っぽいところにも食ってきたりとかする場合もありますけど、まあそしたらその上の針とか、まあ、下の針、ちょっと隣の針を、まあ、交換、まあ、それだけでも全然効率がいい。ズドーンと来ない。1匹かもしれないね。